フェルディナン・ビクトール・ジェーヌ・ドラクロワは、19世紀、フランスのロマン主義を代表する画家、アーティスト。ドラクロワは、ドラクロアとも表記する。1798年、パリ近郊のシャラントンに生まれた。父は、外交官、シャルル・フランソワ・ドラクロワだが、ウィーン会議のフランス代表として知られる、タレー・ラン・ペリゴールが、実の父親だという仮説があり、かなりの根拠がある。 新古典主義の画家ピエール・ナルシス・ゲランに入門し、1822年、ダンテの小舟で、先輩画家であるアントワーヌ・ジャングロの強力な推薦もあり、サロンに入選した。1824年のサロンには、キオスーの虐殺を出品する。この作品は当時実際に起きた事件を題材にしたもので、サロンでも賛否両論を巻き起こした。グロはこの作品を、これは、 絵画の虐殺であるとまで酷評したが、結局、作品は、政府買い上げとなった。1830年の7月革命に際しては、有名な、民衆を導く、自由の女神を制作している。この絵画は、彼の肖像とともに、旧フランスフランの100フラン紙幣に描かれたこともあった。1832年、 フランス政府の外交施設に随行する記録画家として、モロッコを訪問した。1834年の、アルゼの女たちは、モロッコ旅行の際のデッサンをもとに制作したものである。1830年代以降は、リュクサンブール宮殿、パリ市庁舎など、政府関係の大建築の装飾を数多く手掛け、1863年に、死去するまで、 旺盛に制作を続けた。アトリエ兼自宅は、国立のウジェーヌ・ドラクロワ美術館となっている。自画像自画像と推定される絵画テオドール・ジェリコーに影響を受けており、彼の溶接を嘆いた。アカデミー・でボザールに、ドラクロワが入会を許された時、ロマン主義の代表格ドラクロワと並び称された、新古典主義の主導者たる、ドミーニク・アングルは、 私はこの愚かな世紀と決別したい。と述べた。しばしば劇的な画面構成と華麗な色彩表現は、ルノワールやゴッホなど多くの画家たちに影響を与えた。その一方で、ドラクロワの素描は、作家同定をめぐって多くの議論がある。その発端となった1966年のジョンソンの論文は、弟子、ピエール・アンドリューによるゲルマント城の回廊の、 天井画の一つ、ケレスをたたえてを取り上げたもので、他にもコペンハーゲン国立美術館のペン素描など、これまでパリの旧視聴者一回の平和の間の天井画のためのドラクロワの素描と、考えられてきた、いくつかの作品をデシ・アンドリューの修作とした。ドラクロワの影響が色濃い、この天井画は、神話主題で四季を描いた4点のから成り、平和の間と、 同様、ギリシアの神々の姿が描かれている。また、ドラクロワの死後、アトリエに残されていた作品群に、偽のアトリエ印が確認される一方、19世紀末から20世紀初頭に、その素描の多くが、絵画市場に出回っているため、現在ではルーブルをはじめ各地の美術館で、ドラクロワの素描の再検討が行われているが、多くの研究余地を残している。 1822年に始まり、1824年に中断、1847年に再開され、1863年の彼の死まで続いた。このドラクロワの個人的な日記は、この画家の文行における代表作である。そこには、絵画、詩、音楽についての考察が書き留められており、また、ジョルジュ・サンド、ジョゼフィーヌ・ド・フォルジュ男爵夫人、ショパン、 シャブリエラとの議論が記録されている。それは単に画家の日々の生活や彼の心配ごとについてにとどまらず、19世紀半ばのパリの生活についての証言となっている。ドラクロワの日記は1893年にプロンから出版され、同出版社から1932年に改訂版、1980年にユベール・ラミッシュによる序文を付した。 再編集版が出された。さらに2009年にオリジナルの趣向による訂正と最近の発見による造報を加えたミシェル・ハムーシュによる交換な批判版がジョゼコルティから刊行された。ドラクロアは美術時点の総行や絵画についての記事も書いている。ありがとうございます。